登りますよ。でもあの具合悪くなったら適当に休憩してくださいね。そんな強行ボードにしないでゆるゆる休憩しつつ、じゃあ次はこれは福島はね、浜通り、今日浜通りから来てる方はいないか、いないか。あの8月15日にボンドリーやった時はね、浜通り南相馬からブラウンノーズっていうね、ものすごい危機開会なミュージシャンが一緒に参加してくれたんですけれども、次のボンドリーは相馬ボンタって言って、浜通りの、古くから、これはあの浜通りの人なら、 あと福島の人なら誰でも知っている盆踊りでして、なかなかこう人前で披露するのに割と、なんて言うんだろう、ちゃんと歌えないとお前ダメだよみたいに言われちゃうから、なかなか歌えない歌なんですけれども、今日は先ほどここで笛を吹いていってくれたガドさんがヤクラ、ヤクラで歌います。そしてこの私たちの新鮮相馬盆歌の、オリジナル歌手ですね、福島市一の偉人、ありがとうございます。なんとなく円になっていただいた方がいいですかね、相馬盆歌は。じゃあ皆さんなんとなく円に、矢倉が全部で大きいの小さいの合わせて4つありますので、じゃあ小さいのによろしいでしょうか、なんとなく。で、どうしよう、真ん中の矢倉にさ、きなこさんがちょっと2人のところ1人入って一緒にぐるぐる近いところ回ってやりましょうかね。で、この相馬盆歌は本当に福島にずっとある盆踊りで、その盆踊りに私がちょこっとだけアレンジを加えた踊りになります。で、なんとなく振りの説明をまたちょっとさせていただきたいと思います。これ最初盆踊りって普通とドンがドンなんですけど、これだけリズムがちょちょんちょちょんっていうちょっと変わったリズムになります。こうスイングするような感じで、で最初にちょちょんと叩いたら、これが稲だと思ってください。これ直角です、直角。でこれをカットします、切ります。でこの時に足も一緒にひょいっとこう、シェーみたいな感じで、しょいっとこう、で反対もしょいっとこうなります。でこれね、後ろちょっと下がってるんですね。ひょいひょいって切ったお米をまとめてくるくる回して、円の外に向かってシュイーンとこうやって伸びます。でまとめたお米を円の中にポイッと入れて、でまたお米が生えた、まあ、これちょっと私が足したんですけどね、ポイッポイッ。でまたちょちょん買って買って集めてくるくるシュイーンポイッ、また生えた、ちょちょん、永遠にこれを続けます。はい、でこれ結構下がっちゃうので、もう気持ちだけ前向きにどんどん進むぞっていう気持ちじゃないと進まないので、前に前に前にと思って進んでいってください。本当にスイングしてやると気持ちいい盆踊りになってますので、だいたいまあなんか大丈夫だよね。はい、こっち回りでいきます。こっち回りで、はいはいはい、じゃあお願いします。